毎回もうこんな美味しいもの世界にあるかってぐらいのね、うん、勢いで食べてくれるからね。16歳だからね、目も悪いしね、鼻も効かないんだけどね、晩飯でここになんか座ったりするとね、やってくるのね。じゃあワンコのためのね、夜ご飯をねこれから作ってみたいと思います。野菜類はね、さつまいもとキャベツね、ただ刻むだけですけどね、あまり大きくやるとグツグツ煮ても火通りにくいからね、僕は結構細かめに、一体これで 80g ぐらいかな。で、あとはね、残ったご飯を結構冷凍庫の中に、あとはこのパラパラのひき肉ね、よく最近スーパーで売ってるんですよね。こういう感じであらかじめ余ったご飯を平らに 100g ずつ入れといて、刻んだキャベツ、あとは刻んださつまいも、鶏肉のひき肉、まあ、これだけを冷凍庫入れとけば、まあ、そんな時間がかかるもんじゃないです。はい、残ったご飯はね、平らにやっとくとね、火が通りやすいからね。そしてひき肉、これも 100g ぐらい入れます。100、100、40、40、そんな割合ですね、うちは。まあ、別に決まりはないんですけどね、だいたい表面が下に入るぐらいまでだったら、これ火にかけると5分ぐらい待つんですけどもね。面白がって僕が2、3回やってみたら、犬たちがね、俺がなんか作る人と勘違いしちゃって期待されちゃってるんだかね、いいことなんだか悪いことなんだか分かんない。一通り火通ったなぐらいのあたりでかき混ぜ始めますね。ご飯も全部バラバラになって、肉汁がこうね、お湯の中に染み込んだ感じなんで、この辺で、足が弱り、目が弱り、食べることだけは常にね、ずっとこれですね。うん、一日の中で最も幸せな瞬間、食べることだけはもう、ペットフードだと体の匂いとか気になってたけども、そういうのは少なくなりましたね。嬉しいもんですよね、必ず喜んでくれる。毎回もうこんな美味しいもの世界にあるかってぐらいのね勢いで食べてくれるからね。それやっぱり無添加のものね、人間も動物も食べると安心ですよね。一食分の値段がね、パン1個と比べてね、3分の1ぐらいでねこんな美味しく食べてくれて、そんなに手間もかかんないし、手作りといっても割と犬の餌代結構かかるわっていう人にはね、ちょっと切り替えてみると大した手間でもないと思います。